どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを描いております。ジャンププラス版の最終回のネームを納品しました。ちょうど今ニフニさんが作画をしてくれてると思います。まあ一応自分たち制作チームサイドからすると、まあいよいよ最後の大詰めというところでございます。2017年に連載が始まったんで、2017年の10月の頭に連載が始まったので、まあ丸6年を超えるかと思います。小学校の6年間ぐらいエレンを描いていたということなんですけど、まあ原作版含めるとね、もうちょっと長いんですけど、もう原作版は2015年から描いてるんで、まあ原作版と違う結末になったんですけど、なんかそれに対してもすごい満足してるし、なんかすごいやりきったなっていう気持ちが一番大きいですね。で、一番感動したというか、その一番感情が高ぶったのは、今エピローグっていう名目で普通に話進んでると思うんですけど、まあ、最終回って呼ばれてた最終章の最終回なんですけど、あそこを書いたと、あそこのネームを書いた時が多分一番感動しましたね。ニフニさんとの話というか、まあ一個の作品をニフニさんとご一緒できたっていうところを振り返ったら、なんかすごい、まあいろんなところで話してるんで、ご存知の方も多いかと思うんですけど、まあ左利きのエレン、ジャンププラス版、まあジャンププラス版に限らずなんです、原作版も含めてなんですけど、やっぱり最初の頃全然売れなくて、まあ今でこそというか、今めちゃくちゃ飛び切りメガヒットっていうわけじゃないんですけど、その自分の目標だった200万部を越して今260万部で、まあ多分もう少しで270万部いくんですけど、最初の頃はもうこれ無理だなって思ってたぐらいで、でまず最初の絶望というか、リメイク版始まるときに、ジャンププラス版始まるときに、あ、もしかしたらそもそも原作版って何ですかっていう人が多分いるかもしれないんで、ちょっと簡単に説明すると、もともと僕が原作者の私が、自分の絵で描いてたっていうバージョンがあったんです。まあ、ブログではないんですけど、そのケイクスっていうウェブ媒体で、まあ連載してたっていう、その私の絵で連載してたっていうバージョンがあって、で、それの、まあ、中盤ぐらいで、初代編集者の、有名な編集者のリンさん、林と書いてリンさんが、声かけてくださって、まあ、その流れでご縁で、ジャンププラスでリメイクするっていうことになるんですが、だから本当になんかそのリンさんが、いや、これ面白いっすよって言ってくれたおかげで、こう、ものになって、もう一気に売れちゃうでしょって、で始まる前は思ってたんですよ。でも別にそれネガティブじゃないですよね。そのポジティブにそう思ってたっていうことだから、それ思ってたこと自体はいいと思うんですけど、ただやっぱりそう甘くはなくて、その1週間ぐらいで、そのなんか最初の1週間でどれだけ見られたかって、やっぱなんかある種基準になるじゃないですか。それこそ最近の作品だとタコピーとかが第1話で300万部とか、300万 PV とか、チェンソーマンが始まったら400万 PV とか、なんかそういう、なんかその第1話の時点で何百 PV とか、そういうのはザラに最近あるんですけど、エレンは40万 PV とかでしたね。で、まあちょっと言い訳ですけど、当時ジャンププラス自体がまだそこまで盛り上がってなかったっていうのもあって、まあ今の流れで言うとめちゃくちゃ言い訳っぽいんですけど、本当に当時のそのマックス値が多分100万 PV とかだったんですよね。だからファイヤーパンチが始まって100万 PV だったとか、なんか多分そういう話で、だから今とちょっと桁が違うんだけど、それにしても正直40万PV 止まりだったのは、ちょっとやっぱり
当時の水準からしてまあ中の下って感じでしたね。そういうスタートダッシュで結構最初の第1話の時点でおよと思っておよよよと思ってたんだけど、まあね、その左利きのネネンって読んでくださってる方は分かると思うんですけど、そのまあ伏線をこう回収するにつれてこうスピードが上がっていくみたいなそれ系なので、まあまあこっからっしょって思ってたんですけど、一巻が発売された時にたまたまその珍しくニフネさんが東京来てて、そのまあご飯食べてたんですよ。でニフネさんとご飯食べてて、なんか一巻の売り上げどうなんだろうねみたいな感じで、一巻出てもうそろそろ1週間ぐらいだけど、そろそろなんか初速というかなんか編集部から来るんだろうなみたいな感じで、そうですねとか言って飯食ってたら、本当に2人で飯食ってる時にリンさんから LINE が来るんですよ。一巻が売れてないっていう LINE が来て、でどれぐらい売れてないかっていうと、この感じが続くんだったら打ち切りの話が出るかもしれないっていう、それをまあニフニさんと2人で見て、でそっからちょっとお通夜みたいな感じになって、その時に なんていうかそのなんか、まあ、言葉選ばずに言うと、ニフニさんに申し訳ないことをしたと思ったんですよね。なんかなんか自分はなんかその自分勝手にその漫画描きたいって言ってその会社辞めたからよかったんですけど、まあニフニさんもねもちろん大人なんで自分の意思でその漫画家になられたと思うんですけど、ただその左利きのエレンっていう漫画をその原作版から好きだってくれたんですよね。好きで言ってくれたんですよね。だから実はその原作版連載してる時にニフニさんがそのまあファンアートというか、その、なんかまあ読んでくれてるっていうのは知ってたっていうか、その、ニフニさんっていうツイッターアカウントの人が、その、エレンを読んでるっていうのは知ってたんですよ。で、作画募集するときに応募してくれてっていう、まあまあ、かいつまんで言うとそういう流れなんですけど、だからせっかく原作版好きで読んでくれてた人が、エレンと出会わなければ会社辞めなくてよかったじゃんって思っちゃったんですよね。だからその時は結構そのなんかやっちゃったなと思って、なんか大学生とかだったらいいんですけど、その大人の大の大人の人生を変えちゃったっていうか、なんかその夢に挑戦して、なんか イケイケどんどんでやってる20代前半とかだったらさ、なんかもうちょっと違ったと思うんですけど、そのそこそこ年数勤め上げたその会社を辞めてもらったっていうのをやっぱりずっと思ってて、まあなんでちょっと話長くなっちゃったんですけど、そのだから最終章の園宮製薬の撮影のシーンのラストを書いてもらった時が一番のピークで、本当あの時やっとニフニさん会社辞めてよかったなって思いましたね。辞めてよかったでしょって
あの時やっと初めて思ったっていう。まあだから、本当の本当の最終回に関しては、その、ちゃんと終われたっていうところが正直なところですね。まあ、立つ鳥、後を濁さずじゃないですけど、その、ちゃんと、話も終わらせることができたし、自分としてもすごい気に入ってるラストです。なので、まあ、変えてよかったなと思いました。なんか話そうとしてたことを全然話せないまま、一人で勝手に泣くおじさんというのを流してしまったんですけど、あ、だからその、ちょっと話そうと思ってた本筋はちょっと別で、原作版とリメイク版で、その、何がどう違って、なんか流れが変わってんのかみたいな、どこが分岐してんのかっていう話をちょっとチラッとしたいなと思ったんですけど、なんか連載始まる前に、原作版の第一部ってもう終わってたんですよね。で、初代編集のリンさんと、その、どっかのホテルのロビーで話した時に、直すとかありますかって、第一部っていうか原作版全部読んでもらった上で、今のうちに直し、ここはなんか微妙だったみたいなのってありますみたいな、それ聞いといたらちょっと心づもりしておくんでっていうのを聞いたら、リンさんが、いや、ないっすねって言ったんですよね。で、まあ、当時はまだそこまでじゃなかったんですけど、今ってもうリンさんってもう多分日本一の漫画編集者じゃないですか。名実ともに日本一だと思うんですけど、そのでも当時は多分新進気鋭ぐらいだったんですよね。だからないっすねって言われて、なんか本当かよと思ったんですよ。今だったらもうすぐ速攻信じるんだけど、ちょっと疑ってて、いや本当にマジで作品良くしたいんで、全然そのプライドとか置いといて、その直した方がいいとこ直すんでってすごい何回か言ったんですよ。だから、いや今んとこないっすねみたいな、今んとこっていうかもう完結してんだよみたいな、なんか思って、なんか言われて、で、あ、そうかと思いつつどうしようかなっていう感じだったんですけど、そこのなんか去り際にまあポロッと、でもやっぱ最後は、結末はオリジナルの方が原作ファンも喜びますよねって言ったんですよね。だから、全く、最初から最後まで全く同じだと、やっぱり原作読んでくれてた人が、楽しみきれないっていうのがあると。まあ、そりゃそうだなっていう。だから、まあ、よくあるのは、その、ラストだけ違う。でもなんか、それのせいでなんか、原作と違うみたいな感じで、なるケースもあるし、なんか難しいとこだよなと思ってたんだけど、それで、まあ、最後だけ変えるっていうのもなのでっていうので、どこを変えようかなって思った時に、キャラを増やそうと思ったんですよね。まあ、それで、対岸の女たちっていう章から、まあ、綾乃とマリっていうキャラクターを、なんとなくこっち方向っていうので、大きくボールを投げたっていう、感覚だったんですけど、多分最後のオリジナル展開に神谷が関わってくるだろうっていうのと、綾乃と光一の関係が鍵になるだろうっていう、その2つはなんとなく方角として分かってたんで、そっちに向けて何か新しいエッセンスをこう投げ入れておこうっていう感覚で、マリと綾乃っていう感じで、まあ、大きくこう振っておいたっていう感覚なんですよね。で、それがやっぱりこう巡り巡って今のジャンププラス版の展開のそのこう最初の小さな波を作ってくれたのかなっていう、それが徐々にこうつながってきて今のこう流れを作ってくれてるのかなっていう気はするんで、まあ一番最初にやっぱりリンさんにそう
っといてもらったのがやっぱ大きかったなと思って、よかったなと思います。主人公の行動が変わるとか、そのまあ別にありっちゃありなんですけど、なんか主人公のその人間性が変わっちゃうと原作版から読んでくれてる人が納得いかないだろうし、僕も納得できないと思ったんで、人間性は違うんですけど、あ、人間性は同じなんですけど、幸いなことに朝倉光一ってキャラクターは、あの出会い方と、なんか出会う人によってキャラが変わるじゃないですか。人間性は同じなんだけどキャラが変わるじゃないですか。なんかそんな感じで、やっぱり綾乃とかと出会って明かりとの関係もちょっと変化してて、それで違う側面がこう今見えてきてるっていうところなんで、でも読んでて多分高一だと思うんですよ。どっちも高一なんですよね。だからそこがうまくできたのはキャラを増やしたおかげかなっていう気はしてます。まあなので結果的にやっぱりリメイク版で一番好きなキャラは綾乃っすね。綾乃は本当にいいキャラだなと思います。まあなのでその順番が逆ですけど、その原作版があってあのジャンププラス版があるから順番はそういう順番なんだけど、今思うと原作版の今続いてる第2部って岸綾乃がいない世界なんですよね。もしも左利きのエレンっていう世界に岸綾乃がいなかったらっていうイフのストーリーなとも見れるというか、逆から見るとそうすると、いや綾乃は偉大だったなと、なんか綾乃がいなかったらこうもこじれるのかっていう、いろんななんかこじれがこうひどいことになってて、でそれはそれで面白いと思うんですけど、なんかだからそっちのひどいありさまも好きって言ってくれてる人はいるんですけど、まあ原作版もリメイク版ももちろん当たり前ですけど自分が作った作品だから両方ともその大好きなんですけど、だから原作版、あ、リメイク版の方は多分最終的に単行本24巻で完結になるんですけど、24巻でまとめる中でまとめようとした時に最高の終わり方をできたと思います。で原作版今続いてるハイプの方はもうすぐ28巻とかもうかなり長く続いてるんで、第2部にその原作版に関してはなんていうか、まあ悪いケースを書いてるというか、もしこうだったら大変だよねっていうのをなんかネチネチ書いてるんですよね。だからそっちも見てほしいし、そっちもそっちでキャラクターが増えてるんですよね、その第2部のキャラクターが。だからキャラクターが増えると物語がこうも変わるんだっていう話で言うと、第2部は第2部の方でなんかそっちにしか出てないキャラクターもいるし、なんか それはそれで面白いなっていう。まあなのでちょっとそのもしジャンププラス版を読んで気に入ってくださったら本当に原作版もぜひ読んでほしいなと思います。にふにさんの絵ではなくてその下手ですけど、まあにふにさんのおかげで多分脳内補完ができるようになってる気はするんで、一回ね綺麗なにふにさんの作画で見てるからなんかちょっとごまかされるところもあるかなと思うんで、よかったらちょっと読んでみてほしいなと。第2部が14巻からなんで、14巻の部分から読んでもらえれば面白いかなと思います。だから今ジャンププラス版を読んでて、その今読むと展開違うじゃんっていうところが多分多々あると思うんで、そこをなんかなんか楽しんでほしいんですけど、めちゃくちゃ複雑な楽しみ方なんで、まあ一旦リメイク版ジャンププラス版が完結して一旦話終わった後でもいいんで、良き頃合いにもしよろしければ原作版の方も続いておりますので、ぜひ読んでほしいなと思います。まあなので少年ジャンププラスのにふにさんとの左利きのエレンはもうすぐ、本当の最終回を迎えますけども、
まあこの6年間があったから、その多分今後も私漫画描き続けられます、いろんな意味で。その代表作ができたっていうのももちろんあるし、まあね、二船さんにやっぱ6年間も漫画描かせたんだから、そのちょっとやそっとのことで自分もやめないぞっていう気持ちはありますね。まあなので、まああとなんか単純にその新作を三船さんといつか描きたいなと思うし、なんかそのためには漫画家を元気に続けてなきゃいけないなっていう気持ちはあるんで、頑張ります。原作版も頑張るし、他の連載も頑張りますし、なんか、左引きねねんっていうね、作品で、原作版、リメイク版問わず、なんかいろんなコラボレーション、もう今後やっていきたいなと思ってるんで、多分、いわゆるその供給、なんか連載、漫画の連載終わった後に供給が止まるって言いますじゃないですか。なんかそのコラボとかがなくなったりとか、そもそも漫画がこう、更新されなくなるとか、そういうの供給が止まるって言いますらしいんですけど、なんかその、まあ原作版続いてるし、コラボとかいろんなタイアップとかも今後も予定してるんで、左利きねねんっていうコンテンツの供給が止まることは、多分向こう5年はないです。向こう5年ぐらい大体なんかあるんで、なのでなんか今からでも読者増えてほしいし、まあその中でも原作版読んでくれる人が増えたらまあ嬉しいです。なのでもしよかったら、左利きねねんの原作版も見てみてください。Kindle でもちろん売ってますし、もちろんっていうか Kindle で電子書籍版も売ってますし、あとノートでメンバーシップっていうのやってまして、その月500円でその今までの全話読み放題っていうのを、まあサブスク的なのをやってて、結構好評で今3400名様ぐらい参加してくれてるんですけど、まあそれだったらまあ別にね、一月入ってやめてもいいし、そしたらまあ500円で全話読めるんで、まあそういう読み方もあるかなっていうふうに思います。あとなんかKindle ってなんだっけ、 Kindle Unlimited っていうのに作品が含まれてるんで、なんかその Unlimited っていうのをやってると無料で全話読めたりもしますし、なんか割と原作版無料で読める機会ちょいちょいあるんで、無料というか限りなく無料、500円ぐらいあったら多分全話読めるぐらいのなんかチャンスがたまにいろんなところであるんで、もしよかったらちょっと探してみてください。なんかあとちょっといろんなストアで配信しててちょっと把握しきれてないんですけど、 LINE 漫画とかだと割とたくさん無料で読めるっぽいです。はい、そんな感じで少年ジャンププラス版が終わっても左利きねね続きますし、私の戦いはこれからだという気持ちで、精進続けます。まあ的な、なんかそのいろいろご報告などもここの YouTube チャンネルで続けますんで、よかったらチャンネル登録とグッドボタンなどよろしくお願いします。長くなりましたが、こんなところで今日は失礼します。ではまだ来週とかじゃないですけど、もう少し先、ジャンププラス版最終回、待ってますんでよろしくお願いします。